はい、こんばんは。今回はね、ビットコインが最高値更新ということでね、今後どのような値動きをするかということを予想したいと思います。直近ですね、もう上がってきてですね、まあ嬉しい反面ですね、もっと買っとけばよかったという方も多くいらっしゃると思います。そこでね、この直近ではどういう値動きをするのか、年内にどこまで上がるのかということですね、予想したいと思います。まあ、ですね、直近はですね、あんまり下がんないんですよね、実は。まあ、安く、押し目を安く狙、買おうとしてる方も大勢いらっしゃるとは思うんですけども、米国をはじめですね、企業やですね、銀行、機関投資家、個人投資家をはじめですね、多くの人が狙っていますからね、下の方ですね。だからちょっとでも下がろうものなら、買いを入れられてしまうんですよね。だから安く買えないんですよね。だからどん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 上がっていきますと。だから、で、年内はですね、500万円ですね。いきますね。500万円。で、年を越してからですね、まあ、下がんないんですよね。下がんなくてですね、まあ、最終的に10メガ円いきますと。10メガ円いくんですね。いくんですけども、ここでハプニングが起こるんです。それはですね、株式の大暴落っていうハプニングが起こるんですよね。そこでですね、みんなびっくりしてですね、ドルと円に走ってしまうんですよ。走ってしまうということで、株式の大暴落とにつられて、ビットコインも、まあ、つられて大暴落してしまうんですね。この大暴落は非常に大きな大暴落ですね。地を這うような大暴落が待ってますけども。まあ、そこはですね、買うチャンスではあると思うんですね。まだまだ100万円以下を狙えるチャンスはあると思います。しかし、直近ではないですね。どんどんまあ上がるだけ上がって、下がった、まあ大きく下がったところを狙いに行くしかないですね。買おうと思う人はね。まあこれから今後は買った方がいいですね。金から紙幣の時代、紙幣からまあブロックチェーンの時代になることは明らかですからね。少しだけでも持っておくっていうのは、まあリスクヘッジにはなりますからね。皆さん。まあ、今後の予想でしたということで、今後ともよろしくお願いいたします。